Thank you.
ありがとうございます。
まあ、久しぶりやもんね。ね、練習はやってますもんね。やってますか。ちょっとずつメンバー紹介していきたいと思います。オンサックス、村智ですね。村智博志。次の曲は、切なさの中で、せちがない世の中で、僕のようなおじいがどうやって生きていったらいいんだろうかという切ない歌なんで、よろしくお願いします。じゃあもう一回改めて、あ、ん？あれ？オンサックス、村智博志。
大丈夫でしょうか。というか昨日ね、あの今日もあそうか。今日はありがとうございます。台風5号ってやつですか。ね、瞑想の名声でこんなとこ来やがって。ね、でも皆さんありがとうございます。よく来てくださいました。本当にもう感謝感謝。で昨日はねすごい炎天下で、もうあのクソ暑い中、なんていうの、あの服部緑地公園ってとこで、20代の時の記憶がね、60代になっても僕らみたいなおっさんはまだ若いと思ってて、炎天下でライブやったんです。はい、それで、他のバンドのやつも倒れてたけど、うちのバンドは朝10時に行ってから出たのが3時半ぐらいで、その間に飲むな、ビール飲むなよとか言うてたのに、ビールイコール水と思って水分補給と思ってるバカ誰が、うちの、ね、7人のうち5人がそんなんなんで、とうとうね、ステージ始まって30分ぐらい経った時からギターのやつの顔を見たら、目がね、黒い目がないような、ね、上向いとんだよね。で意識朦朧になったので同じ音響いてるね、こうあー思ってでもそれで、ね、おいって感じでもうね、レスキュー状態になって頑張れとか言うけどね、大丈夫か、もう全てね、いろんなこと言うたんですけど、ギターのやつはもうね、なんとなくもうちょっとしたら口から青くん違うみたいな、そんなね、危ないとこ行ってたんですけど、もう一人横にね、ボーカルのやつがいて、その人はもうただ単に手をなんとなく上向いて、ほんで、何か知らんけど、撮ってるテンポもおかしいんだよね、なんかハーフのテンポになってて、で、さらに後ろにドラムがうち2人いてるんですけど、1人のドラムはせっかちなやつだから、淡々とやっとるんですけど、もう1人のドラムはもう余裕を超えてるんじゃなくて、単に遅れてるだけという、それで演歌という状態やったんですけど、それで済んでから、みんなで言うたのは、こんな炎天下、二度とやらんとこうと。で来年はもう8月やる日だったらちゃんと屋内でやろうということになりました。皆さん、熱中症、その辺、気をつけてください。で次の曲は何の関係もないんですけど、いきたいと思います。何でした？あ、このバンドが一番初めにできた時の第1号の曲なんですけど、懐かしのモータウンシティっていう曲、いきたいと思います。もう用意してくれてるね。ちょっと待ってな。なんか喋りすぎてね。頭のウィングウィングって、僕らこんな感じなんですよ。アナログやから。ちょっとセットして。OK。じゃあよろしくお願いします。憧れのあの目
今日はね、僕らはオープニングアクトっていう感じでやらせてもらって、この後で、神戸から、2人組が来てます。今はもう1人は東京に住んでる人もいるんですけど、ね、で僕ももともと神戸なので神戸バンドって感じで、ちょっと有名な文献さんというギターの、もう僕も大学時代の時からね、友人で間がちょっと空いてたんですけど、最近連絡取れるなんてめちゃくちゃ嬉しいです。で、ブーゲンさんとベースの、ジプシーブラッドってバンドでベース弾いて、それから最近は、プロモーターとして活躍されている藤井さんとでバンドで、ちょっとハードなロックブルースやりたいと思うんで、でその前に我々がポップスというか、なんというか、ね、日本語でやってる曲をもうしばらく聴いてください。よろしくお願いします。次は、クライクライ。
ンギター富永克実。
やっぱり俺はお前が好きさ。愛は求められて与えられるものじゃないか。愛は愛されることより愛することの方がきっと大切さ。次もこれは第2弾かな。あ、このバンドできてから、3年ちょい経ったんですけど、最近のモータウンというのが、オリジナル第1号で、今から、ドリラドッコリっていう曲、イントロつけて初期バージョンでいきたいと思います。ドリラドッコリ
最後の曲になりますけど、いやいや、いいんです、いいんですありがとうございます。真夏の風の、はい、っていう曲を聴きたいと思います。去年、こんな時期で7月頃に曲できて、ほんで7月、8月、2回ぐらいやったかな。で、9月で、そこからもう秋になって冬になって、で、冬眠してしまいました、この曲で、僕の頭の中も、もう永眠じゃないですけど、冬眠してしまって、で、歌詞もどっか行ってしまって、で、まあ、この時期はこれしかない、この曲、ね、この時期しかないもんね。だから、やろうと思ったんですけど、ちょっと決心の覚悟で最後の曲やりますんで、よろしくお願いします。星が綺麗な夜空を見上げて、お前は何を思うのか。月明かりの下で口づけをした、夜明けのハイウェイ。どうつけてもかけてみせても、やっぱりお前は何にも変わっちゃいないさ、何にも変わっちゃいないさ。真夏の
お前のこと思い風の便りを待った。あの時あれかどうしているかと思い真夏の風の便りを待った、格好をつけても解けてみせてもやっぱりお前は何にも変わっちゃいないさ、何にも変わっちゃいないさ。真夏の風の ありがとうございました。じゃあちょっと休憩で、だから、本命バンド出てくるんで、ルーフトップセッションでした。メンバー紹介していきます。テナーサックス、プラチヒロシ。本日は、みんなこすみ。あ、そうか、ドラムとベース全然言えへんかった。ごめんね。はい、あの、ベース、木村光。ちょっと一番後ろに似てる、エロそうなおっさん、お兄ちゃん。はい。よろしく健一ドローン、よろしくお願いします。で、僕は、宮口丈司です。よろしくお願いします。この間まで、なんて言うのかな、こんばんは、福山雅治ですってやったんだけど、やめました。面白くない。